皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋れなです。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。本日は性器クラミジア感染症になってしまった方にお願いしたい3つのことについてお話をしたいと思います。前にクラミジアの症状だったりとか感染経路治療については動画でお話ししたことがありますので、そちらの動画を概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。本日お話しする内容というのはクラミジア感染症以外の性感染症にもある程度当てはまることなんですけれども、性感染症で一番多いのがクラミジアなので、本日はクラミジアということで動画を作らさせていただきます。すっごく大切なことなので3つ最後まで聞いてください。性器クラミジア感染症になった方に守っていただきたい3つのこと。1つ目、再検査を必ず受ける。これ実はすっごく大事です。基本的にはクラミジアの治療というのは1回抗生剤を服用すれば治ります。しかしですね、最近その抗生剤では治療できないクラミジアも出現しています。一般的にクラミジアが陽性になりましたという時にはその日に抗生剤が処方されて服用してもらうんですけれども、医療機関にもよりますし検査方法にもよるんですけれども、2週間後か3週間後に再検査に来てくださいというふうに言われます。その再検査で陰性であれば完全に治療できたというふうに言えるんですけれども、もし再検査で陽性であったということはその抗生剤が効かなかったということになりますので、別の抗生剤を服用する必要があるんですね。それなので再検査というのはとっても重要になってきます。なんとなくお薬を飲んだらもうこれで治ったから大丈夫かなと思っちゃう人が多いんですけれども、実際は治ってないこともありますので、しっかりと再検査を受けるようにしましょう。最近では再検査で陽性、そして別の抗生剤に変更してまたその 2,3 週間後に再検査をしてまた陽性で、また3種類目の抗生剤を服用しなきゃいけないようなクラミジアも出てきていますので、本当に気をつけてください。性器クラミジア感染症になった方に守っていただきたい3つのこと。2つ目は完全に陰性が確認できるまでの性行為に注意をするということです。せっかくクラミジア陽性で抗生剤服用しました、そして再検査をします。でその再検査までの間に性交渉をしてしまったり、オーラルセックスでも感染しますので、オーラルセックスとかをしてしまうとまた再感染してしまうことがあります。しっかりと再検査をして陰性が確実に確認できるまでは性行為やオーラルセックスなるべく禁止してもらって、どうしても難しい場合にはオーラルセックスの際も挿入の際も最初から最後までコンドームを使用するようにしましょう。性器クラミジア感染症になった方にお願いしたい3つのこと。3つ目はパートナーも必ず治療をするということです。再検査を受けましょう。そして再検査で陰性確認できるまでは性行為に気をつけましょうというお話をしたんですけれども、自分が治療しても、もしその性的なパートナーが治療をしないでずっとクラミジアにかかったままだったら、自分がせっかく再検査をして陰性だったとしても、またそのパートナーからかかってしまいますよね。前の動画でもお伝えしたんですけれども、女性の場合は男性よりも性感染症になった時に症状が出づらいです。男性の場合は性感染症になった場合には尿道炎になるので、尿道炎ってすごく痛いので分かりやすいんですけれども、まあ、それでも分かんない場合もありますけど、女性の場合は子宮頸管炎といって子宮の出口の炎症を起こしやすいです。子宮頸管というのは痛みの神経があんまりないので、少し織物が増える感じはあっても痛みがないんですよね。なのでまた再感染しても症状として全然分からなかったりもしますので、必ずパートナーも治療していただくっていうのが大事になってきます。そして女性の場合は症状も出づらいんですけれども、男性よりも重篤な症状に進展する可能性があります。子宮頸管炎、子宮の出口から子宮とか卵巣の方にクラミジアが波及してしまったりすると、子宮附属器炎といって子宮とか卵管卵巣に炎症を起こしてしまって不妊症の原因になってしまったり、そこから先に肝臓まで炎症を起こしてしまったりすると肝周囲炎といって炎症を起こしてしまって右のこの肋骨のあたりがすごく痛くなってしまったりするので、男性の場合は精巣炎といって、まあ、それも不妊の原因になったりはしますけれども、女性の方がずっと重篤な症状になりやすいんですよね。症状が出づらいの
に重篤になりやすいというのはすごく損だなという感じなんですけど、なので必ず自分が治療したとしても、まあ、言いづらいかもしれないですけれども、パートナーにも治療してもらった方がいいかなと思います。産婦人科をやっていると相手が誰か分かんないとか、性風俗店に勤務していてなった場合とかには相手に伝えられないってこともあったりするので、難しいケースもあるんですけれども、確実にこの人と性行為をしたとか、今後も性行為の可能性がある場合には言うようにしましょう。そして、まあ、これはなるべくなんですけれども、結構あるのが、相手はわかるけどもう別れる予定なので言いたくありませんっていう人もいるんですよ。でもよくよく考えてください。そのパートナーもしくは元パートナーの人に、まあ、伝えなかったとしたら、またその人が知らず知らずのうちにいろんな人に感染を蔓延させてしまうわけですよね。そうするとまたその人の彼女とか、またその人の彼氏とか、世界中に広がってしまって、また自分に戻ってきてしまう可能性があるので、連絡が取れる場合にはなるべく伝えるようにしてください。まあ、いろいろ事情があるので難しいこともあると思いますが、全世界のクラミジアの進展を予防するためになるべく伝えられる状態であれば伝えていただけるといいかなと思います。本日はですね、性器クラミジア感染症になった方にお願いしたい3つのことをお話ししました。すごく基本的なことなんですけれども、1回治療したらもうこれでいいかと思って通院が終わりになってしまったりとか、相手の方に言わないでまた自分がなってしまう方とかって本当にたくさんいるんですよね。最終的には自分が不妊症になってしまったりする可能性もあったりしますし、自分の身を守るためですので、ぜひこの3つをしっかり守っていただきたいなと思います。本日はこの辺で終わりにします。最後までご覧いただきありがとうございました。産婦人科医の高橋れなでした。またねー。